宮崎県総合博物館民家園は、宮崎県宮崎市の宮崎県総合博物館内にある民家園。宮崎県北部、西部にあった宮崎県独特の建築様式を持つ、江戸時代の民家の保存を目的に、1972年度から1978年度に、かけ、宮崎県総合博物館内に4棟が移築、復元された。 宮崎県西諸方郡高原町から一区、薩摩藩郷市の家であった。1834年12月から1836年4月にかけて建てられたことが判明している。1973年に国の重要文化財に指定された。1974年度から1975年度に一区が完了した。建物の形式としては表と中絵からなる。 寄せ棟作りで、文棟型。屋根はかやぶきである。高原町、旧黒木家住宅宮崎県西臼杵郡五稼町三箇所から一九1973年に国の重要文化財に指定された南九州最古の民家である。間仕切りの柱に、天明七都年十二月吉日と刻まれていたことから、江戸時代の1787年に建てられたものであるとされている。 山間地帯に見られる大きなかやぶき屋根が特徴である。高千穂地方に見られる並列型の間取りで土間がなく変屋と表の二室からなる。五瀬町、旧富士竹住宅宮崎県小湯軍西村村大技、竹原から一区。農家の家であった。住宅と馬屋からなり、1821年に建てられたとされている。内根、ね、小座。 下原からなる広間型の景色で木造の寄せ棟作り、屋根はかやぶきである。もともとは他に移築する予定で解体したものを宮崎県が譲り受け、宮崎県民家園の第一号民家として復元した。1977年4月1日に宮崎県の有形文化財に指定された。宮崎県東臼杵郡椎葉村、不はにのから移築、農家の家であった。 間取りは土間に続いて、うちね、小座の三つの部屋が並ぶ形式で、解体中に見つかった牧所から1864年に建てられたことが判明している。1977年4月1日に宮崎県の有形文化財に指定された。民員は博物館敷地内にあり、通年開園している。ありがとうございます。